武市半平太死亡の知らせを受けて失意に沈む龍馬、悲しみから逃れるように酒に溺れる龍馬の前に現れたのは長州の桂小五郎と薩摩の西郷吉之助だった。やり場のない怒り、藩の命運を背負った責務、おのおのの思いをぶつけるかのように3人は衝突する。この出来事が歴史を一歩動かしたということを龍馬はまだ知らない。束の間の安らぎを得た龍馬は再び真実へ向けて歩み始める。なあ、金持ってるんやろ？いい味だ。お気に。どうも、また寄ってってな。危ねえだろ。斉藤、お前何しとったんや。何かあったのか。何やと。お前、源さんのことまだ何も聞いとらんのか。井上がどうした。いや、そしたら豚所に行け。行けばわかる。
斎藤か。井上。何があった？ピストルで胸を2発、刀でとどめを刺された後、川に投げ込まれたようです。銀の獅子の仕業でしょうかね。ああ、知れたことだ。だからさっさと隠居させろっつったんだ。大した力もろくに剣も触れなくなってるって陰口叩かれてたからな。そんなことはない。源さんの腕はまだまだ衰えてはいなかった。きっと不意をつかれて抵抗することもできなかったのだろう。そうすかね。じゃあやったやつ褒めるしかないってことか。ピストルを使ったにしろ100人を率いる6番隊の隊長を仕留めたんですから。谷といい、鈴木といい、源さんといい、いや弱い体調を持った隊員たちはかわいそうなもんだよな。佐之助さん、そりゃちょっと言い過ぎでしょ。何が言い過ぎだバカ野郎。長州やら金の方がまだまだのさまってんのに、新選組の隊長が3人もやられてんだ。くらえて、山田の3人、松原も死んだ。最強新選組の名も地に落ちたってもんだろうが。俺らが今勤王派の志士どもに何て言われてるか知ってるか。幕府の負、俺らは幕府の捨て駒だって言われてんだ。捨て駒ですか。覚えてるか、土方さん言う。半年前だ。あんたは新選組に入りゃ旗本に取り立ててくれるっつったんだ。だから俺は最強の組織を作るために京に来た。それがなんだ。最近じゃ素性もよくわからねえ野郎まで隊長になってやがる。とにかく俺にとっちゃ上位やら勤王やら人中報告なんかどうでもいい。これ以上新選組が舐められちまうことの方が問題なんだ。佐之助、俺は今日の街で飛車角になって暴れ回りてんだよ。だから俺に返しをさせてくれ。源さんを殺した犯人を捕まえるということか。そんなんじゃねえ。誰が犯人かなんて問題じゃねえ。今すぐ京の町の宿という宿を攻めて勤王志士たちを根こそぎぶっ殺す。え、でもそんなことしたら源さんがどうして殺されたのか分かんなくなっちゃうじゃないですか。だからそらどうでもいいっつってんだろ。このおっさんの死を利用すんだ。隊長を殺された犯人を捕まえるって大義名分さえありゃそれでいい。それを理由に京の町を制圧する。新選組の落ちた名を再び最強のもんにすんのさ。副長、あんただって新選組を使ってのし上がりたいっつってただろ。なあ、今すぐ俺を生かして。おもろそうな話やな、佐之助。せやけどそれ一番隊がやらせてもらう。掃除、文句あってもわしは止められへんで。どうしちゃ。ちょっと待ってくれよ沖田さん。一番隊がやんのは構わねえ、だけど俺も一緒にやらせてくれ。俺とあんたで一緒に源さんの仇を。なあ、いいだろ。安心せえ佐之助ちゃん、誰もお前のことを幕府の不やなんて思うてへん。はお前
新選組の府や。そこんとこよう覚えとくんやな。一番隊、行くで。はい。いくら沖田さんとはいえ、あんな勝手が許されんのか。まあまあ落ち着いて、佐之助さん。沖田さんがああいう感じになっちゃったらどうせ止められないんだし。とにかく俺は納得できねえ。こっから先は十番隊は十番隊で行動させてもらう。はあ、それにしても面倒なことになっちゃいましたね。どうするつもりなんですか、副長。奴らが手当たり次第志士たちを切りまくれば、新選組の正気を疑われる。無論、止めるしかあるまい。止めるってどうやって？斉藤君、君は沖田を追ってくれ。今の奴は何をしでかすかわからない。面倒を押し付けてくれるな。佐之助さんの方はどうします？簡単だ。あいつは掃除とは違って源さんの仇に対して恨みがあるわけじゃない。適当に酒でも飲ませて憂さ晴らしさせておけば落ち着く。酔わせて眠らせろって。平助、言ってくれるな。いいですよ、新選組で酒代持ってもらえるならいくらでも。頼む。はい。一つ聞かせてくれ。なんだ。沖田と殺された井上はどういう間柄なんだ。紫衛官以来の仲間だが。それを言えば山並圭介もそうだったはずだ。だが山並が死んだ時とは随分反応が違う。沖田は井上に何か特別な思い入れがあるんじゃないのか。特別か。確かにそうかもしれないな。教えてくれないか。うん、それは掃除から直接聞けばいい。そうすれば君が追いかけてる李神流の謎に近づけるかもしれない。そのためにも掃除は君が止めろ。おそらく奴は源さんの死体発見現場に向かったはずだ。分かった。それはどこなんだ。伏見の屋敷町南の船着き場らしい。気をつけろよ、斉藤君。今の掃除を止めるのは命がけになるかもしれん。
どないですか。
て。斉藤さん。山崎か。伊藤さんから伝言を頼まれましてね。参謀の伊藤が。伊藤さんもこんなところで新選組を潰されたんじゃたまったもんじゃないですからね。なんとしても沖田さんの暴走を止めてほしいと。それでことづてってのは。沖田さんは今ムクロ街で一番隊に招集をかけているようです。何？井上さん殺しの犯人に目星をつけたようで、何でもコムソを探しているとか。コムソ？ご存じないですか？深い編み傘かぶってよく尺八吹いてる連中ですが。いや、コムソのことはわかる。そうじゃなくて、コムソが井上を殺したというのか。さあ、私にはわかりませんが、沖田さんは何か掴んだらしい。ですが伊藤さんはとにかく一番隊の暴走を止めるようにとのことです。斉藤さんにはムクロ街に向かっていただきます。山崎。はあ？伊藤に伝えとけ。たまにはてめえも自分の足を動かせってな。いいでしょう。お伝えしておきます。ですが一番隊の件、確かにお願いしましたよ。安うなってますよ。
た。どうした、お前ら一番隊だろ、かかってこねえのか。沖田さんがあなたをお待ちです。斉藤さん、何、この先へどうぞ。沖田が俺に話があるってことか。井上さん殺しとみられるコムソウの正体が分かりましてね。そのことで斉藤さんに聞きたいことがあると。どういうことだ。私の口からそれ以上は言えません。分かった。
んだ。金持ってへんか。ケチ。なあ、なんや。起きた。何のつもりだ。とぼけんねえ。ネタ上がっとる。何？お前が原産やったっちゅうことだな。なんで俺が井上を殺さなきゃならない。お前らは小武装を追ってたんじゃなかったのか。ああ追ってたわ。せやけどもう追う必要あらへん。なぜだ。その小武装の正体はな、坂本龍馬っちゅう男やったからや。なんだと。金の葉の間じゃ有名な話らしいやないか。小武装の成りした坂本龍馬、最近京でうろついとるらしいの。その話本当か。土佐や長州の浪人どもを締め上げたら白状しやった。それにお前やったら納得や。あの源さんかてやられてもおかしない。待て、坂本龍馬は俺の他にもう一人いる。そのことはあんたも知っているはずだろ。知っとる。せやけど源さん殺す理由がお前にはある。理由？とぼけんなよ。お前が殺したんやろ。源さんが覆面の男やっちゅうことを知ってな。本当なのか。その話はどこまでしらけるつもりや。お前本当なのかって聞いてんだ、大きさ。答えてくれ、起きた。死の敵討つのは弟子の務め。真の離心流の奥義味わわせたるわ。真の離心流、何を言ってるんだ。さあ構えるよ、はじめちゃん。あんたが追い続けてきた天然離心流、最後の謎が目の前にある。勝てばわかるという話だな。
来い、起きた。俺はお前に勝つ。そして全ての謎を明かし、坂本龍馬としての人生を取り戻す。気合いや、行くで、坂本龍馬。負けたんか、李神龍が。井上を殺したのは俺じゃない。おそらくもう一人の坂本龍馬だ。起きた。覆面の男が井上だったってのは本当なのか。その前に一つ教えてくれや。どうやった、わしの李神龍は。俺が追っていた李神龍だった。立ち筋、技、間合い、全てが一年前感じたもの。覆面の男そのものだった。そうか、それを聞いて安心した。これでようやくわしはあの人に追いつけたっちゅうわけか。師弟の間柄なのか、あんたと井上は。そんなもんやない。わしにとって源さん、いや鴨さんは。久々に聞くな、その名前。イサミちゃん、
そろそろこの人に本当のことを打ち明ける時が来たようだぜ、五郎ちゃんよ。今度斎藤をはじめさんよ、あんたに全てを教えてやる。天然理心流の謎、それに新選組最大の秘密をな。悪いね、話が話なんで場所を変えさせてもらったよ。でもここならあんたのことを気兼ねなく龍馬さんと呼べるしな、互いに腹も割りやすいや。それで一体何なんだ、天然理心流の謎、それに新選組最大の秘密というのは。かれこれ1年以上前のことになる。ちょうど新選組が身風浪士組という名で今日の町に出てきた頃の話だ。その頃俺たち身風浪士組には俺の他にもう一人の局長が存在した。確か芹沢鴨だったか。裏の世界、つまり影として日の本一党を恐れられた水戸藩出身の男だ。影、身分浪士組は将軍様の上洛警護を目的とする幕府お抱えの組織として結成された。俺が率いる司令官から近藤、土方、山並、沖田、長倉、井上、東堂の7名、芹沢率いる水戸藩から芹沢鴨、平山五郎、平間重助の3名が加わり一つの組となったんだ。鴨に五郎、さっきあんたが口にしていた名だが、まさか。察しがついたようだな。そう、井上源三郎、沖田総司、そして長倉新八、この三人はすでにこの世にはいねえ。芹沢鴨、平山五郎、平間重助、それぞれが演じている仮の姿なんだ。なんだと。そしてそのすべてはあの吉田東洋の暗殺と密接に関係している。どういうことなんだ。1年前のあの日、事件は起こった。ずいぶん早いお帰りで。起きた。それに井上、長倉。局長、土佐での一仕事お疲れ様でした。何の話だ。鴨さん、あなたが水戸藩にいた頃からこうした闇仕事を受けていたことは知っています。あなたがあの総集ラッパ風魔由来の剣術
水戸天狗流の宗家ということもね。俺の素性を知った上で土佐から戻ってくる時を狙って待っていたというわけか。近藤さんはあなたたち水戸組を優遇しすぎて今日の道場で偶然知り合った罪人同然だったあなた方を身風浪士組に温かく迎え入れた。その剣の腕を買ってね。だがこのままでは司令官一派の我々の立場が危ぶまれる。やめろ。まさか身内で殺し合うつもりか。ここにいる我々三人はあなたを身内と思っていませんよ。起きた。安心してください。平山と平間は薬でぐっすり寝かせておきました。あなたを殺した後でちゃんと後を追わせますか。芹沢かも覚悟。あれは起きた。おい、ゴロ、起きろ。なんやねん。な？カモさん。来るな。お前たちは来るな。カモさん、なんで来ないなことに。近藤殿、土方殿、さすが水戸天狗流。宗旨をもってしてもかなわなかったのか。行き違いがあったとはいえ、私は浪士組の同志を殺めてしまった。私は切腹いたします。ですからどうか、どうか平山と平間の命だけは。なんで謝るんや、鴨さん。先に殺しに来たんは沖田たちの方やろが。それに沖田を殺したのは俺と五郎や。鴨さんだけの責任やない。黙れ。近藤局長は影として水戸藩に使い捨てられた俺たちを救ってくれた。もはや日の当たる場所では生きる道のなかった俺たちをな。だがその愛弟子殿を殺めたんだ。その罪は俺の死をもって償うほかない。せやけど悪いのはうちらやないはずや。その通りだ。謝んなきゃなんねえのはこっちだよ、カモさん。宗司たちはあんたら水戸組の剣の腕を恐れてた。だから勝手にこんなことを。近藤殿。だがやっちまったもんは仕方ない。あんたらにはきっちり死んでもらうよ。近藤。沖田総司は浪士組一の剣豪として勤皇志士たちの間でも名が通ってる。この身分浪士組の顔とも言うべき存在だった。その総司が切られて死んだとなりゃ
老子組もたかが知れてると世間の笑い者になっちまう。そうなれば我々はお役御免、幕府からも見捨てられ解散を命じられることになるだろうな。それがどないしたっちゅんや。そないなもんわしらには関係ない。やめろ、グロ、ジュースケ。俺は非常な人間でね、マナ弟子が死んだってのに頭ん中は老子組をどうやって生き残らせるかでいっぱいだ。なんやと？俺はな、どんな犠牲を払おうと絶対にこの国を変えてやろうと思ってるんだ。そのために幕府を騙してまで身分老子組を作ったんだよ。でそれを実現するにゃあんたたちの力がどうしても必要だ。どうだい、今日からあんたたち第二の人生ってやつを生きてみねえか。そうしてその日から芹沢鴨は井上源三郎に、平間重助は長倉新八に、そして平山五郎は沖田総司へと生まれ変わった。鴨さん最後の仕事、吉田東洋暗殺がきっかけとなってな。1年前にそんなことが。以来俺たちは名を身分老子組から新選組へと改めた。芹沢鴨が乱暴狼藉の末粛清されたという噂を流し、浅葱色の派手な羽織で装うことで過去を払拭し事実を隠した。沖田総司っていや美少年で通ってたから、そこの五郎ちゃんにはこの面で自分を美少年と言い張らせたもんだ。そして万が一にも秘密が漏れぬようハットを作った。体を脱するは死罪、あのハットのことか。ああ、いつの間にか新選組全体の掟になっちまったが、ハットはもともとこの秘密を知る斜め、近藤、土方、山並、東堂、そして水戸組三人の口封じを目的として作られたものだったってわけだ。そうだったのか。俺は鴨さんの剣術、水戸天狗流をどうしても新選組に取り入れたかった。だから鴨さんが源さんになった翌日から司令官出身者は皆天狗流の指南を受けたんだ。そして俺はその剣を天然理心流と改称し、京の町から世に広めていこうとした。司令官の独自流派としてな。そうすりゃ強さを求める手だれの剣士たちが新選組に集まるって考えたのさ。結果7人しかいなかった組は急激に拡大。佐野助や伊藤さん、武田といった有名な剣士の加入もあって今の規模になった。じゃあ俺はあんたの仕掛けた理心流の風潮に引っかかった一人ということなのか。でもその結果あんたはこうして新選組に入り、ことの真相を知りうることができたというわけだ。人生とは何があるか分かったもんじゃねえな。龍馬さんよ、これが新選組と天然理心流の真実だ。そしてあんたが追いかけてた覆面の男の正体、そりゃ
井上源三郎として生きた芹沢鴨だったということだ。きっと鴨さんは、はじめちゃんに対して後ろめたい気持ちがあったんや。池田屋で松原がはじめちゃんの秘密をばらそうとしたとき、背後から突然切ったんも、はじめちゃんを守るためにやったんやと思う。せやなかったら、あの鴨さんが敵を後ろから切るような真似するわけないしな。井上は俺の目的を知りながら、新選組にとどまれるよう手を貸してくれていたということか。鴨の恩返しっちゅうとこやな。ほんま、あの人らしいわ。どうだい、全てを知った今の心境は。正直、まだ釈然としない。どうして井上は東洋のおやっさんを殺さねばならなかったんだ。水戸藩経由で頼まれたらしい。仕事を成功させたら俺らの脱藩を取り消してもらえるという条件でな。水戸藩からだと。じゃあおやっさんを殺そうとした奴は水戸にいるってのか。それはわからん。最後までカモさんは喋らんかった。影として生きる者の習性やな。それじゃあ俺はこれから先何を追いかければいいんだ。龍馬さんよ、一つあんたに確認したい。もし今吉田東洋の殺害を依頼した人間が誰なのか知ったら、あんた復讐のためそいつを殺しに行くかい？わからない。だが覆面の男の正体を知った今、一つだけはっきりしたことがある。なんだい？俺は復讐がしたかったんじゃない。真実が知りたい、それだけなんだと。その言葉を聞けて安心したよ。今のあんたならこれから俺が話すことを受け止められるだろう。うん、なんだ。どうして俺があんたが本物の坂本龍馬だと知っていたか。それは鴨さんから報告を受けてたからだ。そしてもう一つ、鴨さんから報告を受けていたことがある。それは鴨さんに吉田東洋殺害の依頼をした男の名は坂本龍馬だ。なんだと。それじゃまさかもう一人の坂本龍馬が。例の小無双の坂本龍馬やな。ああ、そして今になって奴は覆面の男だった源さんを殺した。おそらくは吉田東洋暗殺の口封じのためにな。クソが。驚くのはまだ早い。今そのもう一人の坂本龍馬がいるのは寺田屋らしい。タイの観察から知らせがあった。寺田屋にもう一人の坂本龍馬が。寺田屋はあんたの定宿らしいじゃねえか。つまり二人の坂本龍馬が寺田屋を宿にしているってことになる。どうなっとるんや。以前からたびたび坂本龍馬は寺田屋を使ってたようだ。京で活動する時の拠点の一つなのかもな。とにかくそれで今伊藤さんと武田の五番隊が寺田屋に向かってる。寺田屋に踏み込むつもりってことか。せやけど連中の手に負える相手やないで。その坂本龍馬は
芹沢鴨を仕留めたほどの男やぞ。ああ、そうやすやすと捕まるとは思えねえな。もしここで取り逃がせばもう見つからなくなるかもしれぬ。龍馬さん、いや斎藤さんよ、あんた斎藤をはじめとして寺田屋襲撃に向かい、伊藤や武田より先にもう一人の龍馬を捕まえねえと、あんたが追いかけてきた吉田東洋殺害の謎は永久に闇の中だ。分かった。近藤さん、全てを教えてくれてありがとう。俺は新選組に入ったことを後悔してない。そうかい、ならよかった。ほら早く行け。ああ。ほな行くで。おっと、はよ寺田屋に行くで。おっと、誰か知らんけど相手は半端な腕やない。気抜いたらしまいや。ええな。伊藤らが先に向かっとる。はじめちゃん、はよ行くで。せやけど、いつも動かへん伊藤が襲撃するって、どないな心境の変化やな。誰かに文句でも言われたんやろか。それか手柄の一つや二つ立てんと下に示しがつかんようになってきたか。ま、そんなんさせへんけどね。斉藤君、君も来ていたのか。伊藤、この寺田屋に井上さんを殺した坂本龍馬という土佐者が潜んでいる。今から踏み込む。ああ、分かっている。だが君は必要ない。この件は私と武田の五番隊でやらせてもらう。何だと。君は新入りの隊長だ。先立っての池田の一件しかり、敵を取り逃すようなことをされては困るのでね。それはとにかく余計な手出しは結構。ここは今参謀である私の指揮下にある。いや、ここの指揮は一番隊に取らせてもらうで。沖田君、
君までやってきたのか。まあ聞けや伊藤はん、今さっき局長と会ったんやけど、あんたにええ話があるらしいわ。局長が？なんや、引退の相談をしたいらしいわ。何？近藤局長が引退されるというのか？わしもようわからんけど、あんたを豚所に呼び出すよう仰せつかったんや。ここの試験はわしに任せる言うてな。出任せじゃないだろうが。沖田君、言うまでもないが、もしその話が嘘だったら切腹者だぞ。別にええで。せやけど副長に次期局長の座を奪われたくないんやったら、早う行った方がええんとちゃうか。私は豚所に行く。あとは一番隊に任せよう。助かった。伊藤は何より局長の座を狙っとるからな。苦しい言い訳やったが、あとは勇美ちゃんがうまいことやってくれるやろ。それより邪魔者はおらんようになったで。坂本龍馬を殺す資格があるんはわしかお前だけ。ああ、だが一つその前にやっておきたいことがある。なんや？踏み込む前に寺田屋の女将と女中を逃がしてやりたい。長いこと世話になってる。切り合いに巻き込みたくない。気持ちはわかるが、しゃあないやないか。逃がすっちゅうても、どうやってこの状況で知らせるっちゅうねん。裏口から回ってどうにか合図を送れればいいのだが。なあ、面倒やな。わしはもっと正面からババッと踏み込んで思いっきり暴れたいっちゅうのに。わかった。そやったらとりあえず裏口に回ろうや。それでええな。ああ大丈夫だ。ほな行くで。裏口から静かに入るんや。こないな時間に風呂か。優雅なもんやね。音がしている。誰か入ってるな。はじめちゃん、覗いてみる。案外例の坂本龍馬かもしれんで。俺だ、お寮。はじめさん、そんなとこで何してんの？聞いてくれ。今この宿を新選組が囲んでいる。え？坂本龍馬って客が来ているな。2階の客間か。せやけど、なんやの？もうすぐ新選組がここへ突入してくる。お前は静かに、おかみさんたちを連れて寺田屋から逃げろ。坂本さんを新選組が？詳しい話は後だ。急げ。行ったようやな。よし、そしたら行こうか。はじめちゃん、お逃げください。坂本様、新選組が来ます。はよ、ここから逃げて。あれはお寮の声。どういうことだ？迷うてる暇はない。もう行くしかないで。新選組じゃ。踏み込んできよった。入り口だよ。こっちだよ。おもろなってきたやないか。行くで、はじめちゃん。ああ。Yeah!
二人でわしらの仲間を、なんちゅう奴らじゃ。お前が坂本龍馬なのか。坂本先生にはわしらが指一本触れさせんがじゃ。お前がもう一人の坂本龍馬なのか。誰なんだお前は。お前の目的は何だ。なぜ俺の名を語る。答えろ。お前がおやっさんを殺させたのか。そうなんだろう。なんとか言え。カモさんの仇や。なんやと。はじめちゃん、窓や。窓から逃げよった。追うで、はじめちゃん。はじめちゃん。まさか兄弟が。踊るな、そこ動くな。見
見回り組の佐々木か。何の用や。こないなとこで何しとんねん、お前ら。見たらわかるやろ、不定労使の取り締まりや。ほう、そりゃご苦労なこっちゃな。せやけどこっから先は見回り組が預からせてもらう。な、何やと？聞こえへんかったんか。坂本龍馬は見回り組が預かる言うとんねん。な？なんだと。これは幕府ご公儀の命令や。これ以上坂本龍馬の件、新選組の手出しは無用。ふざけんなや。坂本は新選組の幹部殺した男や。それを手出し無用とはどういうことやねん。さあの、文句があるんやったらお上に言うたらどうや。わしらに命令した幕府のお役人に。おい、あ、誰なんだ。見回り組にその命令を出した役人ってのは。ふん、幕府軍官奉行並み、勝林太郎や。勝林太郎。余計な詮索はせんこっちゃ。その方がお互いの身のためなんとちゃいまっか。謎だらけの三番隊隊長さんよ。しかし見回り組に邪魔されるとは思うてもなかったな、はじめちゃん。どないしたんや。さっきから様子が変やけど、なんかあったんか。いや、なんでもない。ちょっとな。うん？やってくれたな、お前ら。おう、伊藤藩やねんか。それに武田に兵助まで。どないしたんや。とぼけんな。近藤局長の引退の相談って、あれは飛んだオラじゃねえか。ああ、なんやそれ。よう覚えてへんな。バカにしとんのが悪い。お前の嘘のせいで坂本龍馬取り逃がしてしもうたやないか。そない言うんやったら五番隊も残ってればよかったやないか。伊藤藩に尻尾振ってついてったくせして。よう言うわ。なんやと、我舐めとんのか。まあまあ落ち着いてたけどさ。沖田さんもそんなに煽らないでくださいよ。なんや兵士、お前どっちの味方や。別に俺はどっちの味方でもないですよ。ただ最近の近藤さんは何を考えているかわからない。なら伊藤さんが局長になった方がやりやすいとは思ってますけど。平助、お前もういい。平助、こんなバカ相手にしててもらちがかねえ。いいか沖田、これだけ覚えておけ。俺が新選組局長になった暁には古参だろうが剣の腕が立とうが容赦しねえ。俺の方針に従わねえ奴は全員粛清する。いいな。あんたもただの狂犬で終わりたくなかったら平助のように身の振り方考えるんだな。行くぞ。
あれ。いらっしゃいませ。おおきに。本当のことを教えてくれ、オリオ。なんで坂本龍馬を逃がした？それはお客さんが追われてたんを助けよう思っただけや。だが下手すりゃお前も坂本を助けたと新選組に切られていたかもしれない。自分の命張ってまで助けるような客なのか、坂本龍馬。そうや、うちは寺田屋のお客さんが新選組に狙われてる言うなら誰でも助けます。それが寺田屋で働く者の務めです。そうか、それならいい。俺はここを出ていく。え、なんで？俺も新選組の一員だ。俺がここにいれば新選組のことをそこまで憎んでいるお前を苦しめるだけだ。いや、それは世話になった。もうええんとちゃう、お涼ちゃん。そろそろほんまのこと話してくれてもええんやないの？おかみさん？あんた、なんか隠してるやろ？そろそろうちにも教えてくれへん？どういうことなんだ、お登勢。実はお涼ちゃんね、はじめさんを追ってこの宿に飛び込んできたんよ。ね、お涼ちゃん。俺を追って？せや、斎藤はじめさんいうお侍さんの世話をさせてほしい言うてね。てっきり最初は片思いでもしてるもんやと思っとったけど、どうもそれだけやないみたいでね。
はじめさんが出かけた後、追いかけて行ってみたり、部屋の様子を掃除しながら調べたりしててね。なんか目的があって近づいてきたんやと確信した。どういうことなんだ、オリオ。さっきの坂本龍馬班と、なんか関係があるんとちゃうか、オリオちゃん。あんた、はじめさんのこと好きなんやろ？離れ離れになりたくないんやろ？せやったら、ちゃんと話した方がええ。好きな人に一生疑われたままやったら、そない悲しい話はないで。な？わかりました。お話しします。うちは寺田屋に来る前から勤皇派に協力していた女です。最初は些細な町の噂とか、そういうのを坂本さんのお仲間に教えたりしてました。それが勤皇のお役に立つからって、いくらかお金を受け取って。うちには今も床に伏せている母がいます。その薬代に当てるためでした。でもある日、次からは斎藤はじめいう人のそばに行って、その人の行動を知らせてほしいって言われたんです。坂本龍馬にだな。あなたがいつどこに出かけるのか、誰と会ってるのか、寺田屋の女中として分かる範囲でいいから報告してくれって。うちもそのくらいならええと思ってました。あの夜までは。これお涼ちゃんを雇った日に寺田屋に置かれていったお金。誰が置いていったかもわからんかったけど、多分坂本さんやったんやね。うちがお涼ちゃんを雇い入れたことへの見返りとして。坂本龍馬とはどこで知り合ったんだ。もともとうちの父が勤皇の活動家やったんです。それが幕府の役人に捕まって、何人にも囲まれて切り殺された。もう何年も前。その後、京に登ってくる勤皇派の志士たちが死んだ父のお見舞いに訪ねてくることがあって、坂本さんはそういう人たちの一人でした。そしてお金に困ってるうちらに手を差し伸べてくれた。はじめさんに言うてもせんない話やけど、侍同士の争いに翻弄されるのは何の力もない女子供や。お涼ちゃんかて巻き込まれたくて巻き込まれたんとちゃう。女一人母親背負って生きるためにしたことや。はじめさん、お涼ちゃんを許したって。おかみさん。お涼、もう一つ聞かせてくれ。わざわざお前を使って俺を監視してた坂本龍馬が、なんで今日になってここに現れた。
いずれ俺と鉢合わせるのは目に見えていたはずだ。それはうちにも分かりません。せやけど坂本さんは今日でやらなきゃいけない仕事がある言うてた。うちが聞いたんはそれだけです。今日でやらなきゃいけない仕事。なあはじめさん、これからお涼ちゃんをどないする気？もうええです。おかみさん、覚悟はできてます。はじめさん、見損なったでしょ、うちのこと。いや、俺にはそんな資格はねえ。俺もあんたらを騙していたんだ。名前を偽っている。俺の本当の名は坂本龍馬なんだ。え？それってはじめさんが坂本龍馬？でもそれやったらうちが会うた坂本さんは？そいつは俺の名前を語っている偽物だ。俺の恩人を暗殺させた黒幕で、口封じにその刺客を殺した。長崎ではイギリスの武器商人とつながっているらしい。そしてケチ半兵だと同じ火傷を背中に背負っていた。でも竹地さんってわからねえ。兄弟は土佐で腹を切って死んだはずだ。それにあいつにはおやっさんを殺す理由もない。俺にももう何がどうなってんのかわからねえ。はじめさん、うちの太田、坂本龍馬に会いたい。何？もし会いたいんやったら、新選組の人でうちと同じように坂本龍馬とつながってる人がいるの。その人を捕まえればもう一度坂本龍馬に会えるかも。誰なんだ？その人は監察役山崎進。山崎進、あいつが。